日ごとの糧2022年12月15日ミオ兄弟が共に座っているなんという恵みなんという喜びかぐわしい油が頭に注がれヒゲに滴り衣の裾に垂れるアロンのヒゲに滴りヘルモンに置く梅雨のようにシオンの山々に滴り落ちるシオンで死は宣告された祝福と トコシエの命を。紙幣133ペ1節から3節というのは私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。ローマの神徒への手紙、12章4節5節 私たちの体の部分部分は、それぞれ体に対して生かそうとし、支えようとして活動しています。もし器官の一部がストライキを起こしたら、それこそ命に関わる問題に発展してしまいます。同じように、私たちもお互いの存在が、体の器官と同じように支え合ってこそ、本来の人生を豊かに生きることができるということなんだと思います。 ローマの信徒の手紙の言葉はパウロによるものです。そしてその内容というのは、キリストを信頼している人たち同士、つまり、教会における関係について語っているんですけれども、でもよくよく考えてみれば、人間はどこにいてもある意味でのコミュニティに属しているわけで、そこでは互いに尊敬し合い、許し合い、認め合う作業が必要です。いじめとか、仕トと,とか、村八部とか、 そういうようなものがどれほど非人間的な状況を作り出してしまうか、どれほど社会をこう死に至らしめるというか、そういう状況になってしまうか、私たちはしっかり認識する必要があるように思います。独りよがりとか、わがままとか、エコひいきとか、やっぱりそれは危険なことだなと思うんですよね。お互いにできる、できないは別として、いてくれてありがとうでつながれる。 関係それがすごく大事なのだと思います私たちは互いにそれぞれの役目を担っている体の一部一部という自覚はいろんな場所で必要だなと思うんですよねそしてね日が見合う必要がないんですよねそれぞれの部分にはそれぞれの役割がありそれぞれの形も 内容も、役割の内容も違いますからね。ですから、日がみ合わないで、それぞれが自分らしく生きると言いますか、今日、与えられた命を精一杯生きる。しかも、他の人に対していてくれてありがとうの頃を育てながら生きる。それがとても大切なことなんだと思います。良い一日になりますように。